エドマーイカは、ボスニア・ヘルツェゴビナのラッパー。1978年12月22日生まれ、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国、ブルチコ出身。本名エディン・オスミッチ。芸名のエドマーイカとは、母、エドの意味。エドマーイカことエディン・オスミッチは、ブルチコで生まれ、同地で小学校を卒業した。 1992年、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が勃発すると、エディンは、祖国ボスニア・ヘルツェゴビナを脱出し、隣国クロアチアへ避難した。彼は、ザグレブに住み、同地の中東学校で、機械工学を学ぶ。紛争が終結した後、エディンは、再び、ボスニア・ヘルツェゴビナに戻り、トゥズラで刑法を学び始めるが、学校を卒業することはなかった。エディン・オスミッチは、 ヒップホップへの興味を深め、15歳の時に MC バトルを始めるようになる。彼はまたいくらかのデモテープを自主制作した。この時のビートは自らの口で作り上げたものである。エディンはトゥズラへ行き、ディスコードと呼ばれるハードコアラップのグループの一員として加わった。グループは後にアドブラナと改名されている。グループはやがてトゥズラ。 そしてボスニア・ヘルツェゴビナ全域で最も人気のあるグループの一つへと成長していった。彼らのデモシングル、アドブラナ99はブルチコのラジオ局ラジオヒットによって今年のヒット曲に選出された。エドはヒップホップ、ラップをこよなく愛し、彼はラジオ局カメレオンに出演し、初めて自らのフリースタイルをラジオで披露した。彼はその後長らく、 カメレオンラジオ局の FM ジャム賞において、重要な比重を占め続けている。FM ジャムは、若い才能あるアーティストを集め、ボスニアのラップグループディセプリンスカ・コミシジャを結成させた。エドはそのメンバーとして加わることになる。エドは、その後1年間の学業生活を続けたが、金銭上の問題により、学業を中止した。彼は再びザグレブに赴き、 クロアチアのラップグループエレメンタルのメンバーで、エドの友人であるショットにあった。そこで彼らは、エドの初のシングル曲、ミンネ・マルニー・リーズ・イック、および、マハー、アイ・アルマをレコーディングした。これらの曲は、ザクレブのラジオ曲ラジオ101の番組ブラックアウトにおいてトップヒットとなり、反応は熱狂的なものであった。マハー、アイ・アルマはラジオ曲カメレオンの2001年の、 ヒット曲に選ばれた。エドは、マーイカという名を名乗るようになった。エドの初のアルバム、スローサーチ・マータは2002年の春に発売された。アルバムに収録された同盟の曲は、ボスニア・ヘルツェゴビナをはじめ旧ユーゴスラビア各国で、ヒット曲となった。そして2003年にはエドは、旧ユーゴスラビア諸国で、最もヒットしたラッパーとなった。彼は、ザラトナ・クグラ、ダボリン、 ポリン、クラニー・マッケックをはじめとする多くの賞を受賞した。この年彼は多くのシングルをリリースしたほか他のアーティストの楽曲にもフィーチャリングされた。エドはザ・ビート・フリートと共同のツアーを大成功のうちに収め2003年の最後をヒット曲プリーカスで締めくくった。その直後の2004年4月、エド・マー・イカは新アルバムノー・シキリキを発表した。 エドは、歴ソリニと共に、チケット予約会社を設立した。エドは2004年の末までツアーを続け、このアルバム、脳式力のプロモーションを行った。エドは2005年にもコンサートを続けながら、次のアルバムのための曲を制作していた。通算3枚目のソロアルバムとなる、スティグ・オーキューマーの収録曲の録音は2005年の8月から始められた。 このアルバムからの最初のシングル、2モーラダジュルバブは、クロアチアのヒップホップユニットエレメンタルのレミを、フィーチャリングし、プロモーションクリップを、サラエボで撮影した。彼の通算3枚目のアルバム、スティグ・オーキューマンは、翌2006年の3月に、リリースされた。エドマー以下の次のアルバムは2008年の3月に、リリースされた。 発表前に数回にわたって変更されていたアルバムのタイトルはボールカンスコエーネイズとなった。収録曲のほとんどはクロアチアのプロデューサークーレイドのプロデュースによるものである。エドマーイカが最も人気を得ているのは彼の祖国ボスニア・ヘルツェゴビナであるが、クロアチアやセルビア、その他の旧ユーゴスラビア諸国にも多くのファンを抱えている。また、 これらの旧ユーゴスラビア諸国出身者の間でも人気が高い。エドマーイカはボスニア・ヘルゼゴビナ、そしてバルカン半島諸国でのヒップホップシーンを大きく拡大し、バルカン全体においても大変人気の高いラッパーとなっている。エドは今でもアドブラナ及びディセプリンスカコミシジャのメンバーである。また彼は頻繁に故郷のブルチコに戻っている。 スルジャン・ブレティッチ監督の映画リエト・ウズラとノイ・ドリニのサウンドトラックにもエドマー・アイカは関わっている。このサウンドトラックは2003年にエド・マジアカ・ラジャーザ・ラートナ・ドリーナとして発売された。エドマー・アイカはインタビューに答えて他の映画のサウンドトラックの制作も行うつもりだと語っているがそれ以上は言及していない。2003年 ダボルコニクシッチとミショバボビッチはエドマーイカに関するドキュメンタリー映像を制作。題名はトラジノ・ナストン・ヘニー・ストロナッツでザグレブ映画フェスティバルで公開された。2007年、エドマーイカはモンテネグロのバンドブック・オブ・クニゲと共演してジャス・ルーダン・ナ・キュビティを録音した。これはモンテネグロ政府によるハンマ役キャンペーンの宣伝のための楽曲である。 クロアチアのテレビ局は、エドマーイカに関するドキュメンタリー映像、エドマジアカセベダオーロダマを制作した。映像は2007年7月27日、元文映画フェスティバルで公開され、同年10月28日に、クロアチアのテレビラジオ局、クロアチアラジオテレビジョンで放送された。エドマーイカはよく政治問題や一連のユーゴスラビア紛争について、ラップの歌詞の中で研究する。 それらは主にボシュニャク人の立場に立ったものであるが、単にそれにとどまらず、ボスニア・ヘルツェゴビナの主要3民族についてのものもある。例えば、楽曲、オンジュ・マラディでは、クロアチア紛争を戦った退役兵で、セルビア人の女性と結婚した人物について語っている。エドマーイカの歌詞は、政治のことのみにとどまらず、若者の悩みを歌った、セイル・トーバオスベイタや、 ポップミュージックの立場に関する、クライスなど様々な話題に及ぶ。エドマーイカは、クロアチアの女性歌手、セベリナ・ブチュコビッチとの間に確執を抱えている。2004年の彼のアルバム、ノーシキリキの収録曲、ノーシキリキでは、エドは、スビスネ・モリーパット、スワコモーゼ・シュベロニュー・ジーバットと歌っている。この曲では、アンに、セベリナを、 音楽業界の気取り屋で虚構の性変歴を自慢しているのだとしている。しかし後の同じ2004年の末にセベリナは実際のセックススキャンダルに巻き込まれてしまった。セベリナはエドマー以カのこの曲を彼女に対する侮辱として受け取り、彼女のアルバムセバーグリーンの収録曲の中でこれに応えている。曲の題名はハーバタスサでこの曲の中でセベリナは ハーバッキレペリディグナイトハイク。ジカバムスラッセジュークリベヤマジックと歌った。エドマーアイカは、セベリナのこの歌詞を自分に対する個人攻撃として受け取り、インタビューの中で、セベリナがこんなことを言うのは、クロアチア人である彼女よりもボスニア人の俺の方が、クロアチアで人気があるからだ。と述べている。この確執を示唆し、エドマーカイの3枚目のアルバム、スティグ、 オーキューマーの最後の曲の題名が、セベリーナというものになっている。しかし、この曲の冒頭でエドは、ベイシーなルディスト、スーザオバシーディダリラブ、ネバイキアライオベストバーダセオナアバコネゾーブ、ザロスナジュオカナストシームプリベラスサムポゾアナスト、アリオボモラテクーティスマジェスタ、パスカルミニスビトナスレドスタバと述べている。コーラスは、セベリーナ、セベリーナダネミスライトダエスティー。 プリバラニー、オーバープアズマジュ、UBTO、メニ、セベリーナ、セベリーナダネミスライトダエスティー、プリバラニー、オーバープアズマジュ、UBTO、テ,テビ、アイオーメニ、という歌詞であり、曲の内容は、バルカン半島の問題に関してのものであった。エドマーイカは、以前のアルバム、ノーシキリキの収録曲で、 ビデオも制作されたマータ・バム・ジェベムでもバルカン問題に関して言及しているが、人々はその曲の内容についてあまり関心を払わなかった。そのため、エドはこの曲のタイトルをセベリナとすることで、彼が言いたかったバルカン問題に関する主張に関心を向けさせたかったのだ。エドマーイカはザグレブで2006年に脳キリキという名前のバーを開店した。 彼は2007年、妻から別居された。妻は、エドはあまりに長い時間を、バーの仕事と、スタジオでの仕事に費やしすぎていると述べた。その後も、妻との間の交流は、保っている。AB ドキュメンタリーフィルムエドマジアカセベダオー、ローダマ、スコーリンライターディレクター、シルビオ・マラースニーセンコ、クロアチア。 2007-http コロンスラッシュスラッシュ www.menar.c スラッシュインデックスドット php アルバム id イコール4160レコード会社サイトありがとうございます